さてこのキャラクターの組み合わせはどうか。今両者のキャラクターが決まりました。さあそれでは参りましょう。一体どんな戦いになるのか注目です。さあ思う存分やり合うがいい、争うがいい。さあ試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。諸君戦闘多いな。ゲージを使ってダメージを底上げしていきます。火力を上げる代わりにゲージを消費。この判断がどうなるか。飛び道具でペースを変えていきます。プレイヤー2、画面端のいい状況を作っていきます。さあもっとやり合うのだ。飛び道具で対応を迫ります。この力士は空を飛んで頭突きをするからすごいよね。ここはどう出るか。パニッシュカウンター、甘い置き技はとがめていく。いやすごいな。フィニッシュまでお見事。いいね、とどめまでしっかり。このラウンドはなんとかギリギリのところで粘りましたね。見事、素晴らしい接戦であった。受け止めながら、おっと、押し込んでいきます。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要になる。さあここからだ。いざ、その調子だ。ヨガフロートから、インパクトは絡めたが惜しい。なるほど、これは今まで見たことがない相撲だね。コミカルさがあって強いのも良いよね。これはいけるか。しかし油断はできんな。体ごと突っ込む頭突き、これは KO。 良い決着だった。さあ次でファイナルラウンド、勝負が決まります。最後まで諦めるな。受け止めている。何、さあここでインパクト、いい判断だ。いざ、その調子だ。ここで SA 選択。あっぱれ、やるではないか。全ゲージ使った渾身のヨガマークです。伸縮自在のその体でぶつかっていく。ハイジャンプで飛び込んだ。すかさず肩槍に。アクロスアンテから、この速度で張り手を出せる力士は他にいないんじゃないかな。ラッシュしてバーンアウトした。まだ諦めるな。ここは出方を伺うか。ジャンプはしのぎます。決めた。よくやった。これが見たかったのだ。プレイヤー2、至極の一戦勝利しました。またとない素晴らしい一戦でした。諸君最高の試合だったぞ。